さあ始まりましたアプカミ。今回のお相手は拳ファクトリーの広瀬彩香と拳ファクトリーの小田さくら子です。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けします。ということで、まずは MC2 人の裏側に迫っていきたいと思うんですけれども、はい、私はですね、最近レコーディングで、印象に残った出来事がありまして、はい、10月2日に発売させていただいた私たち拳ファクトリーのセカンドアルバム拳第2幕に収録されている新曲で、好きかもしれないという曲なんですけれども、この曲はちょっと切ない恋愛ソングになってて、で、感想明けの、私歌割りではもらえなかった私なんですけど、そこのレコーディングをするときに、すごい切ないところだったので、悲しかったことを思い出して、もっと悲しさを歌に乗せてって、もっと感情出してって、井上れちゃんが歌ってる感想明けのサビのね、あそこをこうレコーディングするときに、もっと悲しさ出して、悲しかったことを思い出して歌ってみてよって言われて、こう悲しかったことを考えながら歌ったら、悲しかったことを考えすぎちゃって泣いちゃって歌えなくなっちゃったんですよね。いやすごいですね。そんなこともありました、今回のレコーディング。それ止まっちゃったんですか？止まっちゃった、ストップ出ました。いやでもそこまでね、感情を入れて、まあちょっと悲しいことを思い浮かべたっていうのは多分違うことを考えて泣いたんだと思うんですけど、そこまでね入り込めるのは素敵なことだと思うんですけれども、ありがとうございます。ちょっとねあれですね、コントロールが大事ってことですね。そうそうそう、言われました。言われました、コントロールできるようになるといいねって曲に入り込めるのは素敵なことだと思います。それで、私なんですけれども、私も、この間発売されたアルバムについてなんですけど、パフォーマンスをするときにすごく緊張する曲があって、Come With Me っていう、今回それぞれメンバーのメイン曲みたいなものが一人一曲ずつあるんですけど、はい、私のメイン曲が Come With Me という曲なんですけど、すごくこうジャズっぽい曲調で、とってもリズムが難しいんですよ、本当にこう16ビートをしっかり取りながら、その裏打ちのリズムをしっかり取らなきゃいけないっていうので、すごく難しいんですけど、リズムがずれないようにっていうのも難しいですし、感想の中で私がフェイクをしているんですけど、そこのファルセットが結構こうファルセット裏声で出しづらい音で、なので強く出すのに結構苦労したんですけど、そこが安定して出せるようにっていうのと、そのファルセットに切り替わる前にこうビブラートをかけて、ちょっとこうなんていうんだろう、こうリズムをしっかり出して歌ってってディレクターさんに言われたところがあるので、そのフェイクの部分は特に緊張するんですけど、この Come With Me っていう曲が今まで回っていた秋ツアーの1曲目の曲だったので、いつも緊張しながら歌ってたんですけど、でも大きなミスなくできたので、良かったなと思いつつも、多分これからも緊張するので安定して歌えるようになりたいなと思います。かっこいいですよ。ありがとうございます。Come With Me はすごい今まで拳になかったような、すごくおしゃれな曲なので、そう、彩香のね繊細な綺麗な歌声が似合う曲になってます。ありがとうございます。まあでもそんな感じでね、好きかもしれないはちょっと和田さくら子ちゃんのメイン曲ではないんですけど、はい、和田さくら子ちゃんのメイン曲アンラッキーの事情だったりとか、本当に今回のアルバム曲本当に素敵な曲ばっかりなので、表現の幅が広がるような、新しい拳ファクトリーを見せられるような曲がたくさん揃ってると思いますので、注目してみてください。それでは今回のアプカミ、まずはこちらから。拳ファクトリー、明日の私は今日より綺麗、中島拓衣コーラスレコーディング。10月2日に発売されました拳ファクトリーのセカンドアルバム拳第2幕に収録されている、明日の私は今日より綺麗の中島拓衣のコーラスレコーディングをご覧ください。はい、じゃあ2サビですかね。はい、何度でもってとこって一瞬、ブレイク&フィールになってるじゃないですか。ドラムの。
なん、あ、そこって積まない方がいいですか、ハモリ。例えば、なんど、でから入るってことなんですよ。あ、なるほどね。うん、それもありね。そうですね。そこだけまずやっていいですか。やりましょう。でも立ち向かってその度に、うん、ダブしてください。はい、でも立ち向かってその度に、ちょっと僕おじさんなんでちょっと歌溜まってんすけど大丈夫ですか？あ、大丈夫。朝でちょっと微調整してる。いや、うん、個人的にこういう風にハモりたくなるんですよ。意思的に。まあ、若者ちょっと先走ってるからね。そうです、そうです。だからこう、ぐっと引っ張ってあげたいっていう感じです。OK。I said, I said, あらーは行きましょうか。行きましょう。はい。じゃあこれ自己でいきます。I said, あらー、あーと、ラが長いっすか？ちょっと長い。もう一回言います、もう一回言います。I said that love。 もらいました。裏側の said that love を入れますか。入っちゃいましょうか。 OK です。 said that love。 ちょっとそのまま A から B サビ入るまで聞いていいですか。 AB 2A 2B。 うこの 2A ダッシュって言うんですかね。だけどこれまでの。うん、ここに、うー、三つ、同じ山のやつ入れれるんですよ。ああ、なるほど。それ一回入れてもいいですか。素敵。やってみます。はいはい。これを、上の方が、うん、なんか、色っぽいね。うん。ビーチボーイズっぽくていいかなと。ビーチボーイズっぽくね。はい、なるほど。はい、OK、です。じゃあ、きれい、きれい、きれい、やりますか。感想かな。そうですね。下からやってみます。きれい、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 きれい。きれい、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 きれい。きれい、きれい。聞いてみましょう。はい。めっちゃいいですか。めちゃくちゃいいですね。じゃあやっちゃいますか。はい、お願いします。このラインからいきます。ふぅふぅ Maybe tomorrow。 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 ふぅふぅ Maybe tomorrow。Ooh, maybe tomorrow. Ooh, maybe tomorrow. Ooh. うん、このまま違うパートいきます。了解。Ooh, maybe tomorrow. 下からやしてください。
Ooh, maybe tomorrow. 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 Ooh. じゃあ上を行きます。はい。で、マサさん、ウーフーだけ裏声で、うん、Maybe tomorrow! っていうラインになってもいいですか？まあ、一回やってみましょう。ウーフー、Maybe tomorrow! 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 ウーフー、Maybe tomorrow!Maybe tomorrow. むしろいいね。ファルから地声ね。ちょファルだけ近づけて地声だけちょっと話してみて。職人か。最後ワンコードになるとこじゃあるじゃないですか。そこからさらに裏声で上ダブルにしてしまっていいですか。うん、やってみよう。はい。Maybe tomorrow.Ooh, maybe tomorrow. Ooh, maybe tomorrow. Ooh. 素敵。いいと思います。はい、今回、まあ、10月発売のアルバムに、まあ、2曲決まる以前から、もう何年前なんだろう。もう、拳には何曲も何曲も提出はしてきたし、帰ってきたんですよ。ただ、なんかやっぱちょっとタイミングが、合わなかったのか、書いてた曲が別にダメとかそういうことじゃなくて、まあそういうふうに書いてた曲の中でこの2曲をぜひ拳で歌わしたいというふうに言ってくれて、それで決まったんです。はい。歌詞もすごく前向きなポジティブな歌詞なんですけど、やっぱりすごく傷ついてた自分とか、こう進めなかった、前に進めなかった自分、そういう苦難とかがいろいろあったけれども、やっぱり今日より明日、まあ、昨日のことではなくて明日より未来、そういうことを考えていけば絶対自分は美しくなれる、綺麗になれるっていう、女性がこう前に向かっていくために絶対必要なポジティブな思い、気持ち、それを描いたつもりですね。はい、自分もすごく好きな詩です。はい。なんかこんなに入ってたんだってちょっと思っちゃいました。そうだね。そう、感想の綺麗綺麗綺麗って、うん、こうライブとかでもそこは誰もメンバーも歌ってないので、うん、すごくなんかそこが結構私の中では一番無意識にたくさん聴いてた場所だなって思ったんですけど、うん、こんなに3声も入ってると思ってなかったです。なんか拓哉さんってコーラスのどの映像を見てもすごく、うん、なんだろう、コーラスっていう感じっていうよりはそのコーラスを歌ってます、ボーカルを邪魔しないように歌うっていうよりはもう本当に拓哉さんのまま歌ってるのにもかかわらず、うん、しっかりこう曲に溶け込むっていうのが拓哉さんのなんかすごいなっていうふうに思うところで、私と和田桜子ちゃんも結構拳ファクトリーの中でコーラスをやらせていただくことが多くて、その時にすごく私が気にしてるのがなんか自分やっぱりその曲だったりとかメインの子の邪魔はしちゃいけないけどでも消えてもいけないっていうその絶妙なバランスっていうのがすごく難しいなっていうふうに思っていたんですけど、今の拓哉さんの VTR を見てやっぱり拓哉さんってすごいなと思いましたし、うん、なんかその何年も前から拳ファクトリーに曲を書いてくださってたっていうのもなんかすごく嬉しくて、もう何年も前から拳ファクトリーも拓哉さんの曲が欲しい、拓哉さんの曲が欲しいってずっとディレクターさんにお願いしてようやく叶った曲なので、これからも大切に歌っていきたいなというふうに思います。はい、以上拳ファクトリーの明日の私は今日より綺麗、中島拓哉のコーラスレコーディングでした。笑顔でいたらいいことあるよ。続いてはこちらです。鈴木愛理ブレイクヒットダウンミュージックビデオ撮影メイキング、12月18日リリースになりました鈴木愛理のセカンドアルバム愛の中に収録されているブレイクイットダウンのミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。お疲れ様です。スタート。期待には蓋をして、ああ気分を変えなくちゃ。
もともとジャケットがあって、そのジャケットの世界観をちょっと映像的に拡張して、あの箱の中の世界と外に飛び出したオープンな世界のちょっと対比を一個の MV の中で作れたらいいかなみたいな、の今までにないような、あの鈴木さんのナチュラルな表情とか、まあ、ポップでキャッチーな感じとかを動画で捉えてみようみたいなコンセプトですね。音楽かけるんで、だからやっぱリプあったりとかなかったりとか、はい、まあ一回歌ってみた方が気分も乗るんで、回ってます。はい、いいです。はい、音楽いきます。はい、スタート。夢見がちなメロディーは Yeah, oh, 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 みんなが人に頑張ろうって言ってる、いい意味の人ですよ。このシーンは箱の中身は何だろうなみたいなテーマをもじってるというか、なんだ、ちょっと箱の中 in the box、 OK。 静止で動けぬまま今回はブレイクイットダウンということで、オフィシャルヒゲダンディズムさんが楽曲提供してくださった楽曲のかわいい、ミュージックビデオ撮影でした。この場所はですね、あの本編ではちょっと使われなかったところなんですけど、今回の、ミュージックビデオは今までの PV の中で一番自由な撮影で、曲のなんかノリに合わせてすごい自分が自由に動いたり乗ったり、音楽を楽しんでるっていう感じをすごくこう表現できるようなミュージックビデオになったかなと思ってて、なんか遊び心をすごくたくさん入れたいなっていう話を打ち合わせからさせてもらったので、結構割と今までの MV の中では一番おしゃれというか若いというか、なんかそういうすごく私的にもすごく初めての音楽だったんですけど、すごい一日を通して楽しかったですし、アドリブしかないミュージックビデオになりました。ということで、レイクイットダウン、楽曲だけでもかっこいいんですが、ミュージックビデオも合わせてみてもらいたいですし、ダンスショットバージョンも別で撮ったので、ぜひダンスを踊りたい方はそちらの方も合わせて見てもらいたいなと思います。お願いします。かわいい、でもかわいいしか出てこないぐらいかわいいなと思ったんですけど、あの普段っていうか今までのミュージックビデオは結構鈴木愛理さんのアーティストな部分、なんかすごく舞台に立ってる鈴木さんとその舞台の裏に
いる鈴木さんっていい意味でギャップがすごいなって思うことが多いんですけど、うん、今回は本当に舞台裏の素の鈴木愛理さんをなんか、うん、なんて言うんだろう、おしゃれな街並みとおしゃれなこうセットの中で見れるっていうので、すごくなんかファンの人が嬉しいだろうなっていう、うん、鈴木さんの可愛さがいっぱい詰まってる MV だなって思いましたね。すごい可愛かったですし、うん、すごい本当に表情とか仕草とかコロコロ変わってて、うん、鈴木さんってやっぱそういうところがすごい素敵だなって思った中で、うん、私は特に好きだなって思ったのが、うん、あのなんかウィンクをなんか可愛い、うん、パチッみたいなウィンクじゃなくて、えみたいな、わかりますか？あのくしゃっとしたウィンクがすごいなんかちょっとむしろ可愛い声でかっこいいなって思いました、うん、以上、鈴木愛理ブレイクイットダウンミュージックビデオ撮影メイキングでした。お仕事お疲れ様。こぶしファクトリーの広瀬彩香と、こぶしファクトリーの和田桜子がお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。カントリーガールズずっとずっと、森戸千咲と尾関舞のボーカルレコーディング、12月4日リリースになりました。カントリーガールズのニューアルバム、カントリーガールズ大全集1の中に収録されているずっとずっとの森戸千咲と尾関舞のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。恋してる途中ぶって恋してる途中ぶって恋してる途中ぶって幸せ不安や心配事も全部含めて幸せ不安や心配子供恋してる途中ぶって恋してる途中ぶって恋してる途中ぶって幸せ不安や心配事も全部含めて幸せ未来もこのまま永遠と信じて疑うことなどしないわ。ああいつかさよならが来るなら100年後よ。ああいつかさよならが来るなら100年後よ。さよならがさよならが、ああいつかさよならが、ああいつかさよならが来るなら100年後よ。手をつないでもランチしても隣座ってても。ずっとずっとドキドキしてる。バレたくない感情。バレたくない。ずっとずっとドキドキしてる。バレたくない感情。君の笑顔と君の仕草、君の言い回し。全部全部ずるすぎる君だけど、ずっと一緒がいいな、分かち合えたらいいな。レコーディングが終了しました。あのカントリーガールズにとっては初めてのつんくさんが書いてくださった曲となっているんですけど、この曲は本当に可愛い曲なので、でも今までのカントリーガールズとはまたちょっと違くてっていう、新たな魅力もカントリーガールズとしてお見せできたらいいなと思っています。恋してる私って恋してる私って恋してる私だけなけてへっちゃらな顔しつつよりと抱うバトル。恋してる私って恋してる私って恋してる私だけなけてへっちゃらな顔しつつよりと抱うバトル。君と誓ったあの約束覚えてないかもね。ずっとずっと私忘れない、君が好きだからか約束
く、うん、君と誓ったあの約束覚えてないかもね。ずっとずっと私忘れない、君が好きだから、君の香りと君の家族、君の服装も昔から知ってるようなこの感じ、大きさじゃないけど運命感じてる。君の香りと君の家族、君の服装も昔から知ってるようなこの感じ、おぼけさじゃないけど運命感じてる。歌ってる時に難しかったところは、サビの最後の部分でタタ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 タってこう、なんだろう、拍で切るところが、歌いながら数えるのがちょっと難しかったんですけども、まあ、なんとか頑張りました。話してても、夢の中も、目覚めた瞬間も、ずっとずっとドキドキしてる、やっぱ幸せだ。話してても夢の中も目覚めた瞬間もずっとずっとドキドキしてる、やっぱ幸せだ。君の笑顔と君の仕草、君の言いまわし、全部セーブする好きな君だけど、ずっと一緒がいいな、ずっとずっとずっと、全部セーブする好きな君だけど、ずっと一緒がいいな、ずっとずっとずっと。はい、カントリーガールズの、ずっとずっとのレコーディング終了しました。はい、こちらの曲はカントリーガールズ初めてのつんくさんの曲ということで、もらった時とても嬉しく思ったんですけども、最初の A メロの部分とか、恋してる途中打ってとか、結構、なんだろう、フレーズが続いたりするので、覚えやすいかなっていうふうにも思いますし、サビとかは、なんだろう、すごいなんか、ドキドキしてて、可愛いなっていうふうに思って、なんか君の仕草とか、君の言い回しとか、君の家とか、なんかそういう、本当になんか、まあ、恋はテーマになってるんですけども、メンバーのことや、ファンの皆さんに置き換えながら、歌ってみました。なので、ぜひたくさん聴いてください。可愛い歌ですね、やっぱり。うん。こう直球のすごい可愛らしい女の子っていう感じがして、ライブとかで見るのがすごい楽しみだなって思いました。うん。なんか今回のこの、ずっとずっとっていう曲は、なんかそのカントリーガールズの可愛らしさと、うん、あとはなんか最近の、なんて言うんだろう、4人の大人っぽさっていうのもすごく活かされてる曲だなと思いましたし、今回つんくさんの曲っていうことで、うん、なんだろう、同じフレーズを何回も繰り返す感じとか、あと、舞ちゃんが、その指示されてか、うん、自分から自然にやってるのかわかんないんですけど、香りとか家族とかのかをキャって歌ってたのが、うん、すごいハロプロだと思って、私はそこにすごくハロプロっぽさを感じて勝手に感動してたんですけれども、カントリーガールズも残り活動期間一緒に活動できるのはわずかとなってきたので、うん、私たちも刺激を受けつつ頑張っていけたらなというふうに思います。以上、カントリーガールズずっとずっと森戸千咲と尾関舞のボーカルレコーディングでした。ありがとう。広瀬彩香と和田桜子がお送りしてきたアップカミ、お別れの時間になりました。私、カントリーのレコーディング映像を見て、つんくさんに初めて曲をいただいた、今回っていう風に言ってて、うん、私たちも去年初めてつんくさんにいただいた曲、うん、きっと私はっていう曲なんですけれども、はい、なんかさっき彩香がその映像を見て、うん、カオキャって言ったりとかっていうのがハローっぽいって言ってたんですけど、うん、私たちもきっと私をつんくさんからいただいた時に、うん、
なんかすごいレコーディングしたとか、うん、なんかそういう歌い方したよねみたいな話をしたじゃん、こう、キャーって言ったりとか、うん、っていう話をしたのがすごい懐かしいなって思いましたいやでもすごいね、やっぱつんくさん節みたいなのがあるから、うん、いい思いって言ったりとか、うん、そういうのがすごく感じられたなっていうふうに思うんですけど、こぶしファクトリーのね曲の映像もあって、うん、中島拓哉さんのレコーディング、私たち の、 声の歌声の裏側にこんな素敵なコーラスがたくさん入ってるんだなと思って、うん、この赤髪の収録が終わったらもう一回明日の私は今日より綺麗と今回もう一曲拓哉さんにいただいた開き直っちゃえという曲をちょっと聞き返したいなっていうふうに思ったぐらい、素敵なコーラスの映像でした。そしてここでお知らせがあります。ハロープロジェクトのメンバーが参加する新しい企画がスタートします。君に伝えたい物語。この企画では感動する物語、涙する物語をご覧のあなたから募集します。詳しくはこちらまで。アップカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分もご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回のアップカミ、こぶしファクトリーの広瀬彩香とこぶしファクトリーの和田桜子でした。さようなら。B.I.M.K. Grass オケマッチョ B.I.M.K. Grass B-I-M-K-S-U-R-E-S-E-K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 -U-R-E-S-E